あれ、こんな告知板いつの間に置いてあったんだ。うん、どれどれ、きなくんが書いてあるぞ。けど、きのこんは魔物だぞ。どう考えても危なすぎるだろう。とりあえず会場に行こうぜ。もし本当に危険があっても、そばにさえいれば取り返しがつかなくなる前に止められるはずだ。ご来場の各参加者の皆様、サウマラタハスハイテイマー大会へようこそ。私は大会の責任者、正論派ベテラン学者のカウトリアです。皆さんはキノコンに指示を出して戦うというコンセプトに興味があるか、豪華な報酬を楽しみにお集まりくださったことでしょう。がしかし、バトルの安全面に不安を抱える方も多いのではないでしょうか。そちらに関しては私が断言いたします。今回の大会のために、正論派最先端の理性増加技術を用いた英知宝珠を用意しましたので、心配ご無用です。気兼ねなさらず、どうぞふるってご参加くだされ。さらにこの度、フォンテーヌの大商人エルヒンゲンさんがスポンサーとなり、本大会の賞金総額6000万もののモラを提供してくださいました。さらに決勝戦の後に行われる最終テストに通過し、エルヒンゲンさんの理念を貫く能力を持っていることを証明できた方には、なんとエルヒンゲンさんの全財産が与えられますぞ。ただし、これには条件が一つだけございます。エルヒンゲンさんの遺髪を継いで、サウマラタハスハイテイマー大会を引き続き開催し続けることです。うわぁ、そいつ6000万モラを気軽に投資したのか。それにこの大会を開催し続ければ全財産までくれるって言ったよな。いや、主催側に教練員の学者がついてたなんてな。詳しく聞きもせず止めるっていうのも、それはそれでよくないよな。いっそ大会に参加して、奴らの言う英知宝珠が効くかどうか試してみようぜ。違うぞ、スメールはようやく安定を取り戻しただろ。こんな時にまた教練員とやり合ったら、ナヒーダにも迷惑をかけるし、それにあんなに自信満々に話されると、キノコンを飼いならすっていうのがどんなものなのか見たくなっちゃったんだ。うう、確かにキノコンはよく面倒事を起こしてくれるけど、悪質なものでもないだろ。どっちかっていうと気性の荒い野生動物って感じだぞ。安全面も保証してくれたんだし、そんなに恐れる必要もないだろ。それにキノコンと友達になるなんて絶対面白いに決まってる。いい成績を取ればちょっとした小遣い稼ぎにもなって一石二鳥だぜ。おう、これこそオイラたちのやり方だぜ。申し込みの場所はあっちみたいだ。早く英知宝珠をもらって大会に参加しようぜ。うーん、前の人はまだなのか。もう少し待ってみるか。ゴールド流星の旅人にシルバー晩星のパイモン、君たちもこの大会に参加するの？え、オイラたちを知ってるのか。いきなり聞いたこともない称号が聞こえたけど。君たちはすごいもの。
逃げ切った傭兵は君たちの肖像画を描いて絶対喧嘩を吹っかけるなって他の人に言って回ってたわ。オイラたちありがとうって言うべきか、それとも噂ほど怖くないぞって弁解すべきか。残念ながら今回の大会ルールではテイマーは武器の携帯を禁じられているのよ。直接戦いはしないから君たちの火の打ち所のない戦闘能力は通用しない。バトルのポイントはキノコンの捕獲と育成、そしてそれらの駒をどう使うかってこと。いくら君たちでもキノコンに指示を与えるスキルを必ず習得できるとは限らないわ。言われてみれば確かにそうだな。まだキノコンを捕まえたこともないし、戦闘でキノコンを指揮するポイントもさっぱりだ。って待てよ、お前スタッフには見えないけどどうして自信満々で説教してるんだよ。何者だ。私はハニア、ずっとエルマイト旅団で凶暴な打獣を飼いならす仕事をやってきたわ。以前からテイマーと呼ばれてたおかげで英知法事の初期テストに参加できたの。でも私のような字も読めない粗骨者は傭兵たちの雑用するくらいしかできない。名乗ったって意味もないから普通の出場選手として扱ってちょうだい。まあ獣を手なずけることに関してはいろいろと心得があるけどね。私の指導を受けたい？敵であれ味方であれ君たちはバトルで障害物を排除してくれる存在よ。だから同盟を結ぶ価値がある。もちろん私たちの関係は後者であってほしいわ。ストレートだな。まあ誠意は感じるぞ。自分の力で考えるより詳しい人に指導してもらった方がいいよな。ここはひとまず話にならぜ。それじゃあこの英知法事を受け取ってちょうだい。早速主催側の指定したエリアに行ってキノコンを捕まえましょう。本当に行動力のあるやつだな。ここが捕獲エリアよ。この一帯のキノコンは英知法事との相性がいいからトレーニングやバトルに向いてる。英知法事はキノコンを捕獲したり収納したりすることができる。それ自体も操縦装置なの。だからキノコンごとにあだ名をつけた方が指示しやすくなるわ。例えば私の隣にいるこいつのことは炎1って呼んで。炎元素のキノコン1号という意味なの。元素の種類に番号？なんかシンプルすぎないか？このキノコン元気そうだし、ぴょんぴょんハッピーだけ、なんかどうだ？余計な、いえ、ありがとう。でも私には自分なりの命名規則があるわ。シンプルで分かりやすくて指示しやすいことが重要なの。そうだな、もう炎1で呼び慣れてるだろうし。分かった、もう案は出さないでおくぜ。でもオイラたちがつけたすごい名前を聞けば考え直したくなるかもしれないぞ。ひひ、なかなか響きのいい名前だろ。バトルで呼びかけるとき絶対かっこいいと思うぞ。こういうキノコンは丸い帽子をかぶってて小さな太鼓みたいだろ。オイラとっくに気づいてたんだ。こいつらの頭を叩くとポコポコドンチャンって音が必ず出るってことにな。ほら見ろ、こいつも喜んでるぞ。この名前を気に入ったみたいだ。それじゃポコポコビーニーに決まりだ。ポコポコビーニーはおとなしいな。子犬とか猫みたいだ。キノコンにもこういう一面があるなんてな。これからよろしくな、ポコポコビーニー。さてと、残りのキノコンを一気に捕まえてポコポコビーニーにチームを組んであげようぜ。うん、キノコンが4体集められたみたいね。次は主催の提供してくれたフラワーゼリーを使ってキノコンたちの潜在力を覚醒させてみましょう。
バトルで強力な技を繰り出せるようになるわ。思ったより順調だな。ありがとな、ハニヤ。それじゃ、オイラたちは会場に戻ろうぜ。あれ？見ろ、うろうろしてる人がいるぞ。キノコンが一体周りを回ってる。もしかして襲われてるのか？入らない。一歩も動けない。おい、大丈夫か？怪我したのか？行け、炎一。待って、この子は敵じゃない。私の仲間なの。私はただ疲れて歩けないだけで、参戦資格をゲットするにはキノコの仲間をあと3体探さないと。まさか、お前も出場選手なのか？こんなところでライバルに出会ってしまうなんて、予想外。ここまでみたいだね。天天ヨーヨー獣だけじゃ、あなたたちには勝てない。天天ヨーヨー獣のことは頼みます。必ずいい成績を取ってあげて。おいおい、自暴自棄になるなよ。オイラたち、道を阻むエルマイト旅団じゃあるまいし、お前のキノコ、いや、キノコの仲間を奪うなんて、卑怯なことしないぞ。決着をつけたいって言うなら、バトルで正々堂々と勝負しろ。オイラたちの隣にいるハニヤってテイマーなんか、オイラたちが手強い相手になるかもしれないって分かってて、それなのにたくさんのことを教えてくれたんだぜ。それ褒めてるの？お前の名前と目標を言ってみな。ゴールド流星の旅人とシルバー万世のオイラはお前を助けるぜ。本当？キノコの仲間をもう3体集めてくれるの？サイコロの1の裏が6であるように月が回ってきたんだ。私はレイラです。ルタワヒスト学院の普通の学生なんだけど、強い称号はなくて、その私の目標はバトルの準々決勝に入ること。準々決勝に入れたらキノコの仲間を家まで連れ帰って力仕事を分担してもらいたいんだ。もちろんちゃんとお世話もするよ。確かルールに書いてあったな。準々決勝まで残った選手は欲しいキノコンを家に連れて帰れるって。でも力仕事？学生の日常は宿題と論文じゃなかったっけ？恥ずかしながら、私生まれつきの睡眠障害で毎日よく眠れなくて体力もないの。普段からちょっと運動しただけでさっきみたいに力が抜けてぐったりと横たわってしまう。それに力仕事って言っても本を運んだり買い物したりってだけで。それだけかよ。なら全然大丈夫だな。オイラも雑用はいつもこいつに任せてるんだ。キノコンを仲間にするだけでなく一緒に暮らそうとする、このようなバカバカしい考えはエルヒンゲンとそっくりだ。コツをすぐ掴んだ上に人の役に立てる余力すら残っているだなんて、おめでたいことね。うまくいくことを祈ってるわ。それじゃ。おい、ハニヤ、もう行っちゃうのか？まだお前と炎一にお礼を言ってないぞ。せめて一緒にご飯とか。大丈夫？そのテイマーさん怒っちゃった？多分
そうじゃないと思うんだけどな。ハニヤは率直な話し方をするから近寄りがたい印象もある。でも性格の悪いやつじゃないんだ。じゃなきゃオイラたちを助ける理由もないだろう。そうだな、また会える機会があるよな。その時お礼も用意しておこうぜ。今はハニヤの美徳を受け継いで正々堂々とバトルに参加することを考えようぜ。他の選手を助けてレイラの参戦資格を手に入れてあげるんだ。本当にありがとう。私も頑張って体を動かすから。全部あなたたちに任せるわけにはいかないもの。やったー、これでレイラのチームも完成だな。今すぐ会場に戻って参戦資格を確認しようぜ。予選のスケジュールは、よかった、レイラとはグループが分かれたみたいだ。序盤で当たらなくて済んだぜ。もっと言えば最後まであなたたちとは戦わないで済むといいんだけど。おや、わっぱたちではないか。またもやナンジラは流行の最先端に現れたな。いやはや、さすがは娯楽小説の主人公たりうる人物じゃ。ミコ、オイラの目がおかしくなったのか。なんでお前がここにいるんだよ。こたびの大会に関する宣伝が稲妻にまで届いておったんじゃ。それも八重堂の前でチラシを配っておったんじゃぞ。この大会、娯楽小説にぴったしじゃと思わぬか。八重堂は今次の50年を風靡する傑作を作る計画をしておる。テーマは仲間と競争じゃ。故に血気盛んな若い作家を一人現場に連れてきて取材をさせておる。もちろん作家たちの原稿をよりよく品評するために今回はわらわも参加する。選手としての感覚も体験しておきたいからの。そしてこれがわらわの相棒、ソーカがこやつに与えた名は百来シャラ。独特な気迫があって悪くないと思うぞ。まさか巫女まで来るほどの大きな戦いになるなんてな。そうか、こやつらと知り合っておくがよい。必ずや汝に立ち向かう最強の敵となるじゃろう。小説における重要キャラクターにしてもよいぞ。はい、編集長様。心に響く作品を作るために決して臆さず、必ずやあなたたちを倒します。おお、たとえ巫女の腹心だからって手加減はしないからな。その意気じゃ。この感覚つかめたか。対戦の前に最も重要なライバルに宣戦布告をする、雰囲気を最高に高める寛容なシーンじゃ。全くつかめていません。その将軍様が花見坂を見て回った親友の方と対抗するって考えたら、すごく緊張してしまい。ならばまずは急ぎ宿屋に戻るがよい。今抱いているその緊張感を記録するんじゃ。これも良き素材になる。この人すごく怖い。でもとてもすごそう。お友達になってみたいな。そちらの物静かな友はどちら様じゃ。こいつはキノコンを捕まえる途中で出会った新しい仲間のレイラだ。レイラは訓練されたキノコンを家に連れ帰って一緒に暮らしたいんだってさ。そのためにこのバトルに参加して準々決勝まで行くのが目標らしいぞ。キノコンを訓練して日常生活のお供にする。面白い。汝にはいろいろと秘密がありそうじゃな。
発掘していけば非日常的な物語が作れそうじゃ。わらわは八重巫女、趣味で娯楽小説の編集者をしているんじゃが、何時に少し興味を持っておる。よろしく頼む。なんて答えたらいいか全くわからない。そうだ、二人とも、この間は本当にありがとう。予選の準備のためにも、この四体のキノコの仲間のことをちゃんと知っておきたいの。トレーニングに行ってくるね。ペース配分に気をつけろよ、レイラ。前みたいに疲れてへばっちゃダメだぞ。おーい、ミコのオーラにびっくりしちゃったみたいだな。むん？わらわはそんなに怖いのか？だとしたら、もっとあの娘っ子と交流して誤解を解かねばならぬの。さて、わっぱのその目、まだ何かわらわに言いたいことがあるようじゃな。にぎやかさに流されて遊ぶことしか脳みそにない状態ではなかったんじゃな。安心したぞ。じゃが、あいにく邪魔が入りそうじゃ。お目にかかれて光栄です、八重宮司。まさかスメールにいらっしゃって早々本大会の会場に足をお運びいただけるとは。ん？大会の責任者か？超お金持ちの大商人がなんでここに？ふむ、どうやら大会は順調に進んでいるようじゃな。でなければランジラのようなお偉方が2人揃って一般出場者に構う暇などないじゃろ。またまたそのような。八重宮司、あなた様のように高貴なお方はスメール一流の礼儀でおもてなしさせていただきますとも。すでに英知宝珠をお試しになられたようですが、この技術の将来性をどう思われましたか？あなた様さえうなずいてくだされば、これを稲妻に輸出し一挙解決というところなのですが。ふむ、今のわらわは一階の編集長に過ぎぬ。こたびここへ来たのは休暇を兼ねた取材のためじゃ。技術の将来性などという重たいテーマについては考えたくないんじゃがの。そう焦らずに、カウトリアさん、教練員の商業的な要望ばかりお伝えするのでは、雷鳴の国からせっかくはるばるお越しくださった貴賓に対してあまりに申し訳ない。それに八重宮司はご友人とお話をされていました。それに割って入ったことも失礼というものでしょう。ほう、なかなかに的を射ておるぞ、エルヒンゲン殿。その控えめな行動様式は商売における姿と同じじゃな。何時の名はそこまで知れ渡っておらぬが、静かに莫大な富を積み上げていった。八重宮司からそのような評価をいただけるとは身に余る光栄ですよ。何かご入用の際は何なりとお申し付けください。八重宮司の旅が快適なものとなるよう最善を尽くすつもりです。そしてかねてより名を馳せている旅人さんまでが大会にご参加くださるとは、素晴らしいご活躍を期待していますよ。ミコ、あいつらはお前と仕事の話をしに来たんだろ？こんな無下にしちゃって本当にいいのか？特にあの大商人、あいつと協力すれば八重堂にだってメリットがたくさんあるはずだろ？新しい競技活動をこれほど迅速にテイワット各地に広めることなど、並大抵の商人にはできぬ。それほどまで強力な相手とは組みたくないの。それにこの大会は始まったばかりじゃ。結末がどういう風になるかはまだわからぬ。とりあえずはわらわも楽しみながら不安要素に心をとどめておこうと思ってね。キノコは見た目は可愛いが、その体内には強力な元素の力を秘めておる。このような魔物に対して完全に警戒心を解くのは得策ではなかろう。ミコも
たちもこの大会が危ないんじゃないかって思ってたんだ。それにしてもこの英知宝珠は本当に不思議だよな。これに影響されたキノコンはみんなポコポコビーニーみたいにすごくおとなしくなるんだ。だからオイラたちもずっと気を張る必要はなくなったんだけどさ。パイモンは相変わらずのんきで元気いっぱいじゃな。わらわもそろそろ自分の役をこなさんといかんの。大会の出場者として事前準備をしに行くとしよう。それではまた予選でな。ほれ百来シャラ、二人にお別れの挨拶をするんじゃ。ひひ、今回は来てよかったな。新しい友達と知り合えたし、ミコにも会えた。大会もきっと面白くなるぞ。よし、じゃあハニヤのアドバイス通りフラワーゼリーを受け取ってポコポコビーニーを育てようぜ。ついに来たな優勝候補。早速フラワーゼリーを使ってキノコンの潜在力を覚醒させようぜ。優勝候補、いい響きだな。お前もオイラたちのことを知ってるのか。もちろん、君たちが英知宝珠を受け取るとき俺はすぐ隣にいたからな。ハニヤさんが説明をしていたもんで、あの時は話に入れなかったんだ。ハニヤさんのような専門家が指導してくれたんだから、君たちも眩しい新人テイマーになれるはずだ。聞いた感じハニヤはすごく強そうだな。主催側のスタッフまであいつを褒めるなんて。オイラたちも頑張らないとな。予選はもうすぐだぞ。エルヒンゲンが開始前のスピーチをしてるみたいだ。各出場選手および観客の皆さん、サウマラタハスハイテーマー大会が間もなく始まります。皆さんが今日のバトルを楽しみ、何らかの収穫を得られることを心から願っています。またバトルには純粋な競争心を持って臨み、有効的に競技を行ってください。ベストを尽くせばそれでよし。不必要に気負い死闘を繰り広げる必要はありません。私は人と危険生物が共存する道を模索してきました。そして今あなたたちの手にある英知宝珠は私にその可能性を見せてくれました。この大会を通じてより多くの者にテイムの可能性を示し、未来の世界に戦いを回避する手段を提供することで、野外での活動がより安全になることを期待しています。へえ、エルヒンゲンはその目標のために自分の全財産を譲るつもりなのか。あいつにはあいつなりの理想があるみたいだな。それに比べてカウトリアはなんていうか。エルヒンゲンさん、お言葉ありがとうございます。それでは私からも簡単に、テイマーたちよ、あなたたちの手に取っている英知宝珠は画期的な産物であり、強霊院数百年の技術の集大成と言えましょう。これには9つの偉大なるポイントがあり。カウトリアさん、皆さんがうずうずしていらっしゃいますから、詳しい説明はまたの機会に。では機会があればまた詳しく解説いたしましょう。とにかくその先端技術はバトルで身をもって感じられるはずです。自分の英知宝珠を信じて思い切りバトルしましょう。完全な技術オタクっていうか、場所も状況も関係なく意見を口に出しちゃうやつなんだな。エルヒンゲンが空気を読んでくれたおかげで時間を浪費せずに済んだぞ。予選はいよいよだ。初対戦に備えようぜ。あら、予選の相手がこんなにも平凡だなんて。ほら、かかってきなさい。鮮やかなダッシュであなたたちを破ってあげるわ。緊張するな、ポコポコビーニー。たかだか予選の相手だ。こいつらを踏み台にして這い上がろうぜ。
にみんなもよくやった。そんなラッシュ攻撃が負けるなんて、みんな撤退よ。キノコンに指示を出して相手とバトルするのってなんだか面白いぞ。さっきのテーマ、キノコンたちとの連携もうまく取れてたし、いい勝負だったよな。そういう意味じゃなくて、対戦相手とキノコンの連携がある種の流派みたいだっただろ。オイラたちもポコポコビーニーとうまく連携できればいいよな。目くばせ一つで次にやることを察してくれたりとか。それは仲間たちのあうんの呼吸に頼るのじゃ。天天養養獣とキノコの仲間たちがあれほど強かったなんて、私が反応するよりも前に相手が倒されてたよ。それで会場に戻ったら、八重お姉さんの対戦相手が魂が抜けたように逃げ出したのを見て、ちょうど八重お姉さんはあなたたちに相談したいことがあるらしくて、私もついてきたってわけなの。レイラちゃんは無事に予選を勝ち抜き、そうかもわずかな差ではあるが相手を上回ったんじゃ。わらわは少し残念じゃった。何せ対戦相手が全然楽しませてくれなかったからの。まあ始まったばかりだからな。もし予選の時点で苦戦する相手に出会うほどだったら、この大会の難易度は高すぎるぞ。ところでミコは何を相談したいんだ？ふむ、パイモンも少しは学んだようじゃな。忠告しようとしたことにまで気がついておったとは。今後相手はどんどん強くなる。一時も警戒を緩めぬようにするんじゃぞ。さて、予選を突破した勢いに乗ってキノコンと特別修行を行い、仲間たちとの連携を強めておくというのはどうじゃ？おお、先見の明があるな。それじゃあ早速出発してキノコンの仲間たちと特別修行をしようぜ。うむ、ここはなかなかの景色じゃ。空気からウリンの匂いがしておる。人里離れた静かな場所じゃから邪魔する者もおらぬぞ。思い切りキノコンと遊び、休む時はスメールの美食を楽しむとしよう。やったぜ、おっかしいおっかしい。って待った、オイラたち修行しに来たんだろ。もしかしてミコは特別なレシピでお菓子を、それを食べたらキノコンの仲間たちと心がつなげたりして。たとえわらわにそのような能力があったとしても無駄遣いはダメじゃろ。普通のドライフルーツやお菓子を持ってきただけじゃ。鬼の特訓メニューか何かを用意したとでも思っておったか。そんなものなんじらに必要ありません。ずっと気を張り詰めておるとかえって大事なものを見逃してしまうじゃろ。キノコンと仲良くしたいのならば友として扱い、楽しい思い出を残すべきじゃ。友と一緒に遊んで暮らすこそがあうんの呼吸の修行といえよう。もしわっぱが何時の筋肉を石のように鍛え上げ、ヒルチャールボートを一発でぶっ飛ばせと要求してきたら、何時は喜んで従うかの？もしそんなことしたら、おいら、ミカ、いや、イチカくらいお前を無視するぞ。ほれ、見たことか。何時とワッパほど付き合いが深くとも鍛錬を強要されるのは嫌じゃろ。ましてやキノコンの仲間とは知り合ったばかりなのじゃ。にゃーい、完全にミコに言いくるめられたような。八重お姉さんの言葉は確かに一理あるね。私も試してみたい。もし
英知宝珠を止めたとしても、あるいは宝珠が故障したとしても、キノコの仲間は私の言いつけを聞いてくれるのかどうか。そう、友達っていうのはゆっくりお互いを知ってから一歩一歩信頼関係を築いていくものでしょ。いつもアイテムに頼って天天ヨーヨー獣と交流するわけにもいかないし、それに今は少なからず命令しているような感じもあって。ほう、純粋な感情は余計なものでとどめてはいけないと。レイラちゃんの考えは王道じゃの。でもそれってキノコンへのコントロールを解除したいってことだろ。本当に大丈夫なのか。うむ、レイラちゃん、やってみるがよい。心配せずとも、わらわとわっぱたちが後片付けしてやろう。よし、じゃあみんな準備してね。止めるよ。あれ、確かに大丈夫そうだぞ。英知宝珠を止めても天天ヨーヨー獣は勝手に動き回るだけで、前みたいに近くの人に襲いかかってこないぞ。英知宝珠がキノコンたちの性格を穏やかにし、交流の橋を作ってくれたようじゃな。何らかの技術で強引にコントロールしたというわけではなさそうじゃ。この仮説が正しければレイラちゃんの望みは叶うかもしれぬ。キノコンたちと仲良くなれば、英知宝珠を使わなくても何の支障もなしにコミュニケーションが取れるようになるはずじゃ。ミコ、よく言ったぜ。不思議な技術なんてどうでもいい。オイラはこの仮説の方が気に入った。私頑張るよ。天天ヨーヨー獣の好きなものを調べて、全能商人を探して、好きなお菓子をいっぱい買ってあげるの。オイラも本来のポコポコビーニーと交流したいぞ。試しに英知宝珠を止めてみようぜ。天天ヨーヨー獣、そっちで水遊びしたいの？みんなキノコの仲間を連れて一緒に来る？気をつけた方が良いぞ。水に立つ時は百雷シャラから離れるんじゃ。さもないと特別な足のあんま体験をさせられることになる。そういや忘れてたぜ。ポコポコビーニーには新しい体験をさせてあげようぜ。例えば木に登って頂上あたりで景色を楽しむとか。レイラ、ミコ、先に行っていいぞ。ポコポコビーニーはずっと水辺で生きてたから、水遊びには飽きてるかもだろ。新しいことを体験させたいんだ。なるほど、だったら後でまたここで落ち合おう。そっちも楽しんできてね。さて、パコパコビーニー、何して遊ぶ？なんだっていいぞ。お前の言うことがわかるかもしれないから、オイラたちに教えてくれ。うえ、無視するのかよ。うえ、こいつと仲良くするために食べ物をたくさん押し付けてやるぞ。助けて、助けてくれ。話が違うじゃんか。なんでキノコこんなに凶暴なんだよ。聞こえたか？誰かが助けを求めてるみたいだ。やばそうだぜ。早く行ってみよう。また君たち？ハニヤ？お前、子供たちを救ったのか？たまたまよ。子供たちが出場選手を真似しようとして野生のキノコに囲まれたの。幸い私の耳に入ったから命は助かったわ。危なすぎだろ。英知宝珠も取らずキノコに近寄るなんて。
でも気持ちはわかるわ。私だって昔キノコンの可愛さに惑わされたもの。幸い家族の教えと先祖の苦労を思い出して軽率には近づかなかったけど、みんなもともとは知っているの、キノコンは危ない魔物だって。だけど最近はサウマラタハスハイの影響で警戒心が緩まってきてる。これはエルヒンゲンの配慮不足のところね。この茶番を早く終わらせるわよ。英知宝珠はキノコンの大規模退治に向いてる。私が優勝者になればこのアイテムを好きに支配できるわ。ハニヤ、何言ってるんだ。茶番って、キノコンの退治って。お前、炎一の前でこんなひどいことを言って、こいつが傷つかないとでも思ってるのかよ。お前だって大会に参加しただろ。オイラたちを指導して楽しんでたじゃないか。炎一が同類の犯した過ちを認識できるなら、私のことを応援してくれるはずよ。でも彼は人の感情を理解できない。ただのアイテムにコントロールされた駒。君たちにいろいろ教えた理由は気づいてるんでしょ。私はただ君たちの実力を見込んで、私の目標実現に協力してもらいたかっただけ。だけど今君たちはキノコンの側に立ってる。このバカバカしいゲームにハマった君たちはゴールド流星とシルバー盤星の称号にふさわしくない。おい、行くなよハニヤ。オイラたちはさっき英知宝珠を止めてキノコンたちと遊んでたんだぞ。ほうほう、鮮やかな性格のものじゃな。言動に適度な粘りもあって面白い展開の匂いがするぞ。ミコ、レイラ、お前らも呼び声に気づいたか。ちょうどさっき彼女のことを話しておったのじゃ。レイラちゃんによるとハニヤーはナンジラを対戦に導いたものじゃが、ナンジラがレイラちゃんに出会った後突如離れていったらしいの。今から見れば彼女は典型的な迷いキャラだったんじゃ。ある個体が犯した過ちを群れの全員のせいにして相手を徹底的に排除する。迷いキャラにとってそれは一番効果的で確実な方法なんじゃ。確かに暴走したキノコンが環境を破壊した例はあるよ。でもある研究がそれは野生動物と同じようにただ本能に従った結果の行為だって証明してる。この種はもう長いこと存在してるの。一気に排除したりなんかしたらウリンの生態系にどんな影響が出るか。レイラの言う通りだ。極端なやり方はダメだ。ハニヤーがどんな目に遭ってきたにせよ、その無茶な行為は阻止すべきだ。彼女の優勝者への道を阻むか。ナンジラの反応は予想通りじゃな。あの女子は強力な優勝候補、実力は申し分ない。ナンジラ、準備は良いか。ミコ、オイラたちを連れてきたのってキノコンの仲間とお互いに知り合ってより連携が取れるようにするためだろ。待てよ、まさか最初からこんなことを予想してたわけじゃ。全てを思い通りに操ってはいささか興ざめじゃろ。こたびのナンジラとハニヤーの出会いは思いがけぬ驚きをもたらしてくれた。さて今日の修行はここまで。予選は全部終わっておるはずじゃ。今後の日程を確認しに行くとしよう。そっち、たくさんの人が集まってるぞ。何かを見てるみたいだ。観客たちが自由にコメントして交流できるように主催側がいくつかの掲示板を用意したみたい。確かに大会の人気を盛り上げられそうだね。私と天天ヨーヨー獣のこともみんなに討論されるかな。この経歴が論文に使えたらよかったんだけど。いいと思うぞ。論文には
はたくさんの資料が必要だって聞いたしな。考えただけで頭が痛くなるぜ。レイラは今資料提供者になったんだから好きなだけ書けばいいよな。素敵な発想だけど、私は名論派の学生でこの資料を使うのは正論派くらいかも。もしかしたらモラ、あーいや、資料代が稼げるかもしれないぞ。モラはともかく、まあ交換材料として正論派の学生に程度の高い文献を調べてもらえば、天天ヨーヨー獣の仲間が何を好むものなのかとかがわかるかもね。範囲が絞られて一気に楽になったよ。じゃないと100種類以上のものを買って一つ一つ天天ヨーヨー獣に試食させることになったかも。想像しただけで疲れて気絶しちゃいそう。そんな発想もあるのか、さすがだな。じゃあポコポコビーニーの好みも頼んでいいか。うん、頑張ってみるね。帰ったらすぐ手紙を書いてアムリタ学院に届けてもらうよう頼むから。わっぱよ、ベスト32の対戦表が公開されたぞ。え、もう次の対戦でソーカさんと対決するのかよ。一番期待しておった場面じゃ。なんでそんなに嬉しそうなんだよ。すっごく期待してた作者がオイラたちに負けるのが怖くないのか。もしそうなったら八重堂のスメールでの旅は終わっちゃうんだぜ。手加減はするでないぞ。そうかに優勝などは望んでおらぬ。何時らに倒されれば、それをきっかけに何かを悟るかもしれんじゃろう。何せ順風満帆の経歴は人を堅くなにしてしまう。自分だけが正しいと思い込ませてしまうんじゃ。時には挫折の方がよっぽど大切じゃぞ。いい返事じゃ。次の対戦、何時らの吉報を楽しみにしておるぞ。お二人との対戦の時がこんなにも早く訪れてしまうとは、ごめんなさい。八重様に認めていただくために、そして私の小説人生のために、あなたたちをここで倒します。気をつけろよな、ソーカさん。こっちだって手加減はしないぞ。どうして、まったく歯が立たないの。やはり天守閣の上品の持つ天賦の才と実力は、私のような凡人が叶うものではないのですね。どうしよう、ソーカさんかなりショックを受けてるみたいだ。ミコは簡単に言ってたけど、このありさまを見たらきっと怒るよな。おいら心が落ち着かないっていうか、不安すぎる。とりあえずミコに謝りに行こうぜ。ポコポコビーニーも誠意を持つんだぞ。ミコごめん。まさかポコポコビーニーがあんなに早くソーカさんを脱落させ、ほう、そうかはどっぷり落ち込んで、凡人が叶うものではないなどと大げさに言って地面にしゃがみ込んでおるじゃろうな。まったくその通りだ。あいつをよくわかってるんだな。これでよかったんじゃ。そうかは今回のショックを貴重な糧とし、
主人公が成長する過程で受ける挫折を生き生きと描き、読者の心を引っ張る文章を書けることじゃろう。悪役の気迫や素晴らしい決戦過程に関しては、何時らから取材させる必要があった。わらわのような半人前の選手の前に脱落されては困るからね。ご飯をたかるのは今関係ないだろう。ミコ、ソーカさんにオイラのことを書くときは手加減してくれって言っておいてくれよ。旅人、パイモン、それに八重お姉さん。レイラ、無理するなよ。いつ気を失うか気が気じゃないぞ。大丈夫。この前正論派の学生に手紙を出したでしょ。そしたら意外と熱烈な反応で、たった数時間後に私の必要な情報の入った手紙を返してきてくれたの。その資料をもとに点々用用銃にいろんなものを作ってみたんだけど、食材が間違ってたのか、点々用用銃はあまり気に入ってくれなくて、その後改良版のリストを作ったの。あ、ポコポコビーニーの好きそうな食材も入れたよ。そのせいで寝るのが夜中過ぎになっちゃったから、今日は少し息がしづらくて。もう結果が出たのか？すごい効率だな。レイラちゃん、そっちの様子はどうじゃ？ちゃんと相手をおもてなしできておるか？うん、八重お姉さんが修行に連れて行ってくれたおかげで、天天ヨーヨージュも私の言うことをよく聞いてくれるようになったの。反応速度も羨ましくなるくらい早いよ。だけど相手も明らかに強くなっていて、プレッシャーがどんどん大きくなってきてる。準々決勝に入るために天天ヨーヨージュともう一度訓練しておきたいんだけど、明日は朝の7時から全能商人のところに行って予定してる食材を全部買わないといけないし。ならば簡単な話じゃ。訓練にはわらわが付き合ってやろう。買い物はわっぱたちに任せればいいのじゃ。何せ使い走りには慣れておる。そうなの？二人はよく八重お姉さんのために働いてるってこと？オイラたちのことを怖い悪役にしないでくれ。案ずるでないレイラちゃん。こやつらはついさっきまでソーカを脱落させたことを謝っておったほどじゃ。先に飲み物でも買って休憩してくるがよ。ありがとう、本当に助かります。全能商人との待ち合わせ場所はここだよ。食材リストも書いてあるから受け取って。おう、気にするな。お前もポコポコビーニーの好物を調べてくれたんだし、これくらい当然だ。だから安心して行っていいぞ。前回は深く踏み込むことのできなかった話題、この大会の裏の不安要素についても良い切り口があるやもしれぬ。キノコンを育成する材料がの。これは小説における最も素晴らしい展開の一つ、秘密調査じゃ。わっぱはずっと気になっておったじゃろう。 H 宝珠とフラワーゼリーの魔力がどこから来たのかについて、それにこの大会の裏を突き止めもせずハニアーに自分の意思だけで無謀な行動をさせれば、さらに大きな混乱を招くことになるぞ。うーい、話が急に複雑になってオイラついていけないぞ。夜が明ける直前に行動した方が良い。皆が一番疲れている時間帯じゃ。もしかすると鍵となる手がかりが見つかるやもしれぬ。
するのか？確かにそうだな。それじゃ明日の朝早くからキノコンを育てるところに行ってみようぜ。オイラたちは大会の安全性を確認してるだけだ。ポコポコビーニーのことを疑ったりは絶対しないから安心しろよ。見た目はただのフラワーゼリーだぞ。まあ元々は展示用のものだしな。レシピも机の上に置いてある。それじゃあ持ち帰って調査することもできないじゃないか。それにこれって窃盗だろ。参戦資格どころか30人団に捕まえられる可能性だってあるぞ。あ、そうだ、写真機。このフラワーゼリーの実物とかレシピの写真を撮っておけばたくさんの情報を残しておけるぜ。これでよし。次はこれを分析できる専門家を探さないと。でも時間が厳しいし、まずはレイラの買い物を済ませようぜ。あれ？あ、ハニーよ。こんなに早くキノコンを育成しに来るなんてストイックね。道理でバトルでも勝ち続けられるわけだわ。ハニーや、前の話はまだ終わってないぞ。お前の考えは過激すぎるんだ。多くを語る必要はないわ。もし私の考えが間違っていると思うなら、まず私を倒してから君たちのいわゆる正しい観点を聞かせてくれればいい。全然話を聞いてくれないぞ。初めて会った時は仲良くしてたのに、どうしてこんな風になっちゃったんだ。わかった。ポコポコビーニー、オイラたちも落ち込んでる暇はないぞ。メモによると全能商人との待ち合わせ場所はここみたいだぞ。キョロキョロのさって、全能商人をお探しですかしら。ならばいらっしゃいませ。あ、そうそう、よくわかって。え、なんでドリーがここに。レイラの言う全能商人ってお前のことだったのかよ。まったく、何がおかしいのでしょう。サングマハベイ様の品は一番豊富で一番不思議なもの。これは全グランドバザールのオーナーとお客様が知っている事実ですのよ。万能、全能、大能、能とあるものは全てこのドリーの専売特許。他の商人は使うことすらできませんわ。まあ数百万モラの使用料を払っていただけるならば話は別ですけれど。まあ初めから予想はついたはずだけど。ところでレイラーさんはあなたたちに使い走りを頼みましたの。どうやら彼女は本当にテーマ大会に夢中のようですの。お前、レイラとそんなに仲良かったのか。あいつに随分詳しいんだな。これは仲とは関係ありませんわ。レイラーさんは私のところから買い物をしたことがあります。大した額ではないけれど、学生にとっては相当太っ腹でしたわ。ですから彼女の動きを気にして当然でしょ。そうしてその怪しい大会のことも知ったわけですのよ。いいえ、私はただ少しおかしいと思っただけですわ。あ、そうだ、ちょうど売れなくて困ってる品がありますの。置いておいても錆びるだけですから。あなたたちにお渡ししましょう。
ただのパーツとノートのかけらじゃないか。聞いた話によると、これらは大会の主催側が消そうとした装置と資料だそうです。彼らはうっかりさんで、拾い物でお金持ちになりたい者もいるということに配慮できなかったようですわ。すべて回収され私の手元に来たわけですの。よく見るとこの資料に書いてある単語、フラワーゼリーのレシピに似てるぞ。装置の残骸もエイチホージと似てるところがあるし、ひょっとすると実験用のものかもしれないぜ。とりあえず保管しておいて、ミコにも見せよう。何か怪しいところが見つかるかも。結局初めに心配してたこと現実になっちゃうんだよな。もっとポコポコビーニーとのんきに遊んでたかったのに。何についてお話なのかわかりませんけれどこれらのものがお役に立てたようですわね。それでは割引して、6000万モラでお譲りしましょう。毎度ありがとうございます。それはずるいぞ。あら、冗談ですわ。こういうものに興味があるのはあなたたちとまあまあトラくらいですもの。普通の商売をした後のおまけといたしますわ。レイラさんの注文表については任せてくださいまし。レイラさんの欲しいものが分かり次第、品を手配して専門の業者の手でお届けしますわ。もう使い走りをしなくても良いですわよ。はあ、びっくりした。努力が全て無駄になったかと思ったぜ。賞金をゲットしたとしても簡単に払える額じゃないよな。ほう、松茸のクズが混ざった小麦粉に古いジャム、それにザイトゥン糖ジュース。キノコンって本当にこんなものを食べますの？レイラさんは一体どこからこの情報を。まだ不安は残ってるけど、そろそろ時間だしバトルに参加と行こうぜ。カウトリアが本当に何かを企んでるとしても、最終テストに合格すればその場で白状させることもできるよな。いい目つきだ。長年修行に奮闘してきた力、全てを出す甲斐はあるようだの。さあ来るがよい。競争の力を操れる強力なキノコンチームを見せてやろう。バカな、わしはこれほどまでに脆いものであったか。ふう、楽勝とは言えないな。ポコポコビーニーもみんなもご苦労様。旅人パイモン、無事勝ち残ったのスケジュールで見たよ。おめでとう。おお、レイラだ。今日は元気そうだな。天天ヨーヨー中も喜んでるところを見ると、どうやら大勝利だったみたいだな。ううん、今回は新勝だったの。でも私たちの方がほんの少しだけ上回ってたみたい。八重お姉さんと一緒に訓練しててよかった。あ、さっき全能商人から欲しかったものが届いたよ。本当にありがとう。後で天天ヨーヨー獣のケアをしてから。力が抜けた。やっぱり大声で話すのはやめよう。そういえばミコを見ないな。八重お姉さんは何か急用があったみたいで、ソーカさんたちと先に行ったよ。30人団の傭兵が道案内をしてたみたいで、会場に戻った時にはすでに遠くに行ってたから、追いかけて聞くのもなんだし。確かにこのところミコはずっとバトルしてるし、たまには編集長様の仕事をやっててもおかしくないな。それにあいつ言ってたぞ、
取材するって。その傭兵もガイドなのかもしれないし、心配はいらないと思うぜ。うん、次はいよいよ肝心の準々決勝だね。ちょっと怖いけど一緒に頑張ろうね。おお、なんやかんやオイラたち結構順調に来たよな。レイラも頑張れよ。うんうん、オイラたちも警戒を緩めずに行こう。あ、そうだ、ドリーからもらったものの写真も撮っておこうぜ。今朝の写真と一緒に保管してミコに会ったらまた渡そう。お前らか、世間知らずのネズミどもが。ずいぶん大口を叩くんだな。なんでそう思うんだ。キノコンに余計な思い入れを抱くとはなんという弱さ、滑稽に過ぎる。これは最強のテイマー、ハニア様の理念に背くものだ。最強のテイマー、無駄な妄想を。軟弱なものなどハニア様と対戦する資格はない。お前らはここで脱落するのだ。バカな、ありえない。まさか訓練が緩すぎたのか。うーん、倒せたけどなんだか喜べないぞ。旅人パイモン、私勝ったよ。よかったな、レイラ。参戦の目標を無事に達成じゃないか。あなたたちもあの連戦連勝の鉄骨相当を倒したって。でもなんだか嬉しくなさそうだね。なんというか、相手が薄情なやつでさ、おかしいことばかり言うんだ。そうだったんだ。なんだかちょっとかわいそうなテイマーだね。うん、だってその人はハニアさんのことを知らずに朦朧とした印象で彼女を推測し真似してたんでしょ。ハニアさんがこのことを知ればきっと同じように悩むと思う。それにそのテイマーは厳しい考えで自分が損をしただけじゃないでしょ。他の戦士の精神まで影響を与えてしまったんだから。うん、お前の考え方ってすごくいいよな。みんながお前と同じなら大会はもっと和んでて楽しい雰囲気だっただろうに。私の目標がそこまで高くないからってだけかも。天天ヨーヨー獣を連れ帰って一緒に暮らせるなら私は満足なの。さて、次は私たちの勝負だね。勝敗なんてどうでもいいから友好的に楽しくバトルしよう。友達同士の磨き合いだと思ってくれればいいから。よし、天天ヨーヨー獣とポコポコビーニー、どっちがすごいか見ものだぜ。勝った方は負けた方におごりだぞ。楽しそうな約束じゃが、わらわは何か重要な会話を見逃したかの。ミコ、やっと会えたぞ。この間は何も言わずに去ったから、オイラたちはまだ手がか古墳、相談したいことがあるんだ。わらわも悩んでおったぞ。遊び気分で参戦したはよいが、準決勝まで入ってしもうた。仕方なく時間を作って僧家たちの取材に付き合っておったんじゃ。何時らについては心配せずとも、きっと仲の良い対戦ができよう。こっちは少し真面目に対応せねばの。何せ相手はその変質的なやつじゃから。確かに、まさか八重お姉さんがハニアさんと対戦することになるなんて。ポジティブに考えようぜ。もしかしたらミコがハニアを倒してくれる可能性もあるよな。そしたら
ツハニアを説得はできなくなるけど、ミコがここで負けるのも嫌だからな。少し緊張するけどワクワクするね。みんな固くならないで。天天ヨーヨー獣が率いてきたあなたたちチームはたくさんの困難を乗り越えてきたんだもん。実力は十分だよ。さあ全力を出してね。それじゃあ行くぞレイラ。天天ヨーヨー獣、結局負けちゃった。でもあなたも仲間たちも今までで一番良かったよ、天天ヨーヨー獣。私嬉しいよ、本当に満足。あなたたちもありがとう。私と天天ヨーヨー獣のバトルは完璧な終わりを迎えた。もしあなた以外の人に倒されてたらちょっと悔いが残っちゃってたかもね。レイラと天天ヨーヨー獣も強かったぞ。もうちょっとで圧倒されるとこだったぜ。勝敗なんか気にせず、キノコンたちの才能を思いっきり発揮させて対戦する。この感じ最高に気持ちよかったな。そうだな、他の対戦でも今みたいに他のことなんか気にせず済んだらよかったのにな。さてミコはまだハニヤーと戦ってるんだよな。オイラすごく心配だ。早く様子を見に行こうぜ。あれ、対戦がもう終わったのか。この重い空気、ミコが勝ったか。おや、何時らの対戦も終わったか。結構時間がかかったところを見ると接戦じゃったんじゃろ。ひひ、その気楽そうな口ぶりじゃきっと楽勝だったんだな。うむ、確かに何の懸念もない対戦じゃったぞ。わらわと百雷シャラはたったいくつかの技でハニヤーに負けたのじゃ。え、その散漫な態度、私をからかってるのか。めっそうもないぞハニヤ。何せ何時の意志は非常に強い。ある種を破滅させようとするほどじゃ。何時のような相手をからかうわけにはいかぬの。じゃがこの道を貫こうとするなら、途中で見た景色が想像しておったものと違うことに気づくじゃろう。その時その執念はどうなるじゃろうな。楽しみにしておるぞ。余計なお世話。ほう、早くも逃走とは。対戦に負けたのは八重お姉さんだけど、よりショックを受けたのはハニヤさんだったってこと。それがますます面白い展開になってきたんじゃ。対戦が開始してすぐ百雷シャラが炎一を傷つけてしまっての、ハニヤーは明らかに焦ったのじゃ。わらわはただあやつが自らを欺いておるという事実を口にしただけじゃったんじゃが、心理的な防衛線はあっという間に崩れて意外に脆いもんじゃった。もしかしてハニヤーは自分で言ってるほど冷たいやつじゃなかったのか。実はあいつも炎一のことを心配してて、ミコの前でそれがバレた。その通りじゃ。今はあやつの心に入る絶好の機会じゃ。そしてその心を変えられるのはわっぱたちだけ。でもハニヤーはもう遠くまで行ったし、どこを探せばいいんだ。あやつは今きっと疑念の最中じゃろ。今まで冷静沈着だった己が一体何の影響を受けて動揺したのかとな。その答えは何時ら三人にかかっておる。あやつの行く場所を
何時らは知っておるはずじゃ。私が旅人とパイモンに初めて会った場所かな。よく考えたらハニヤーの顔色が悪くなったのはレイラがキノコンを日常生活に連れ戻り重要な仲間にするって言った時だったよな。レイラの直感当たってるかもしれないぞ。早く追いかけよう。ハニヤーとちゃんと話そうぜ。レイラちゃんは残るがよかろう。ハニヤーを助けたい気持ちはわかるが、あやつは何時が対処できるタイプの人間ではない。ここはワッパたちに任せるのがよい。確かに私がいらないことを言ってハニヤーさんを刺激したらかえって悪いことになるかも。それに体力不足で速さについていけずに半分くらい行ったところで倒れそうになるかもしれないし。まだ行かぬか、ワッパ。ほう、思った以上に収穫があったようじゃな。ではわらわも何時に幸運の祝福を与えよう。今度顔を合わせた時にはまた何時らにわらわの見解を話すとしよう。ハニヤーはこの近くにいるはずだよな。炎1はいつもヤツの後にくっついてるから炎1が身にまとう元素の痕跡でハニヤーを見つけられるはずだぞ。とにかく元素資格で周りの状況を見てみようぜ。ん？どうしてここに？オイラたち、炎1の痕跡をたどってここまで来たんだ。お前のさっきの様子が心配でさ。え？待てよ。お前、炎1を慰めてるのか？皮肉よね。炎1がキノコンじゃなくて普通の動物だったらよかったのに。さあ、次会う時は決戦よ。何か言いたいことがあるなら私を倒してから言って。その言い方、狐の女が予測していたのと全く同じだわ。君たちは確かに単純で善良ね。だけど物事を理想的に考えがち。私が言ったところで君たちは理解できないと思うからこれを見てちょうだい。これは、これは私のご先祖様が残したノートよ。当時彼らはウリンでキノコンの攻撃を受け多くの重傷者が出た。この事件は当時は特筆する価値がないと見られたのね。何の記録にも残っていなかったわ。けれど私の家族は私が子供の頃からそれを繰り返して読みキノコンの脅威について教えてくれた。そんなことがあったとはな。道理でキノコンを敵視するわけだ。そうだぞ、こんな過去があるならなおさらこの大会の意図がわかるはずだろ。 H 宝珠は人とキノコンの共存を可能にするんだから。 H 宝珠がキノコンを穏やかにさせるなんてそんな単純な話じゃないわ。前にも村にやってきた学者がいて似たようなアイテムで実験をしてた。でも結局全員失敗して逃げたわ。今の H 宝珠だってキノコンの凶暴な本性を一時的に抑えることしかできないんだもの。このアイテムを取り除けばキノコンは十分脅威になり得る。それに宝珠の理性増加によってキノコンの元素力は異常に活発になり周囲の環境に影響を及ぼしてしまう。強い体を持たない者が宝珠を使うとすぐに具合が悪くなってしまうわ。まさか最近のレイラの咳も H 宝珠のせいなのか？言わなくたってわかるはずよ。カウトリアは学術に夢中な気狂いで自分の影響力を拡大することだけを考えながらキノコンの大会を宣伝している。あのエルヒンゲンも風向きに応じて舵を取るやつよ。カウトリアの研究成果を見込んで大金をかけてこの大会を宣伝し人々のキノコンに対する警戒心も緩めようとしてるのよ。ともかく私は彼らを信じないわ。
凶暴なキノコンが人と共存することも信じない。でも引退した無名な傭兵である私の声を聞いてくれる人なんて誰一人としていない。私はただルールに従って勝ち残り、欲しい結末を手に入れることしかできないの。絶対に彼らを止めてみせるわ。最初は君たちも手伝ってくれるんじゃないかと期待したけど、どうやら私が甘かったようね。君たちがどう思おうと、私がどう思われようと、私は君たちを倒して踏み越えてみせる。このノートは私の過去のようなものよ。煮るなり焼くなり好きにして。どうせ決戦の日、私は全てのキノコンをこの世から取り除くことを宣言するわ。炎一もね。私の過去とさよならするの。ついに説得できなかったか。これで対戦でハニヤを倒す一択しかなくなったな。ハニヤは前にもキノコンによる災害を阻止しようとした学者がいるって言ってたよな。ノートに詳細があるみたいだからもう一度読んでみようぜ。これってハニヤの先祖が集めた学者たちの研究記録だったってことか？この部分は難しいな。字が汚いし専用用語もたくさんある。全然読める気がしないぞ。あ、待てよ、見覚えのある単語みたいだ。あ、そうだ、ドリーからもらった資料にあったぞ。おう、資料の断片とノートの内容を慎重に照らし合わせて解読できるか試してみようぜ。捕獲装置？カレーポーション？なるほど、ハニヤーの先祖を襲ったキノコンたちはそのポーションのせいで理性を失ってたんだな。そして学者たちが捕獲装置を作ったのは凶暴化したキノコンを捕まえるためだった。それに今のフラワーゼリーはカレポーションの進化版で、英知宝珠だってカウトリアの発明じゃなかったってこと。つまりカウトリアは捕獲装置をもとにちょっといじっただけなんだな、あの嘘つきめ。でもカウトリアは何のためにこれほど英知宝珠の宣伝に力を入れてるんだ？それなら早くエルヒンゲンにカウトリアのやつに資金援助をしちゃダメだって伝えないと。ハニヤーに関しては当時先祖を襲ったキノコンが薬で刺激されてたことを全く知らないみたいだぞ。そりゃキノコンが許せないって思うはずだよな。心配するな、ポコポコビーニー。お前はフラワーゼリーのせいで凶暴化したりしないって信じてるぞ。英知宝珠を止めた後もお前はいい子でいられたんだからな。あれ、オイラの言うこと分かるようになってないか？お前ますます賢くなったな。え、いつからだ？全然気づかなかったぞ。ってことは今のポコポコビーニーは本当にオイラたちと共存できてるってことか？ひひ、だから言ったじゃないか。オイラはハニヤーのキノコンがまた暴走するって推測には絶対納得しないぞ。キノコンの中にはいいキノコンもいる。ポコポコビーニーみたいに人の感情がわかるキノコンだっているんだぞ。まああいつも中には一理あることを言ってたけどな。英知宝珠は万能じゃないって。その欠点がある限りキノコンの仲間は
ずっと普通の人のそばにはいられないだろうな。これからもポコポコビーニーと一緒に旅ができると思ってたのに。なんとかならないのか？残念だけど、今はそうするしかないよな。決戦までまだ時間があるし、教練員にカウトリアのことを報告するか。確かに、これほどの大イベントをやるからにはきっと長い間計画を練ってきたんだろうしな。もしあいつのやったことを暴こうとしてるのがバレたら、あいつに警戒されちゃうよな。まあとにかく決戦の日は全力を出すぞ。まずはハニヤンを倒して意地を張らないようにさせるんだ。それからエルヒンゲンを説得して一緒にカウトリアの計画を暴く。観客、そして選手の皆様、数々の激戦を経ていよいよサウマラタ・ハス杯の決戦が始まります。テイマーのハニヤーが旅人との勝負を決める時です。勝者が最終テストに合格すれば、私の全財産を受け取るとともに大会を継続して行う責任を担うことになります。そして全テイワットに平和のあるべき道を引き続き宣伝してくれることでしょう。今日はカウトリアがいないみたいだ。チャンスだぜ。決戦と最終テストの後はまずエルヒンゲンを説得して、それからカウトリアと直接話し合おうぜ。ミコにレイラ、お前らも来てくれたのか。やはりな、せっかちな学術狂いもついに主人公一行に正体を現しよったか。ランジラの推測は真実に近いところにあったんじゃな。しばらくは教練員には伝えないでおくというのも慎み深い判断じゃった。何せカウトリアか、あるいは他の者が切り札を残しておるかもしれんからの。まあ今の状況じゃ気を抜くに抜けないぜ。あの最強と呼ばれるハニヤーと対戦することになった上、エルヒンゲンの最終テストが何かもまだわからないんだからな。それにハニヤーを説得する方法だって。何、答えは明白じゃろ。わらわたちのキノコンたちを連れてハニヤーをあっさりと倒し、あやつの態度を改めてから真実を投げ込めばよい。あなたたちならきっとハニヤーさんを正しい道に戻せるって信じてるよ。よっしゃ、ポカポカビーに天然ヨーヨーズ、それに百乱者、一番よく知る仲間たちと肩を並べて戦うぞ。みんなの力を結集したのが今のオイラたちだ。だから絶対負けないぜ。ようやくこの日が来たわね、旅人パイモン。忠告したはずよ、キノコンに余計な感情を抱かず駒として指示を与えるようにと。でも君たちは何の変わりもないよね。だからこの対戦を何の心配もなく終わらせられるわ。そうだ、オイラたちとポカポカビーニー、それから他の仲間たちとの連携は絶対負けないからな。はあ、わかったわ。それじゃその軟弱な戦い方と本物のテイマーの戦い方の差を見せてあげる。炎一、どうしてこうなったの。炎一、どうして全力で戦わないのよ。炎一を責めるなよ。それにお前も無理するな、ハニヤ。準決勝の時お前は炎一が傷を負うのを見てためらっただろ。お前はオイラたちとミコ以外で自分と対等に戦える相手に出会ったことがなかったんじゃないか。炎一と他の仲間を苦戦させたこともない。そして炎一と仲間たちが傷を負うのを見るとやっぱり心が痛むんだ。無理する、
今さらキノコンが傷を負った程度で心が動くとでも。ハニヤ、お前は怖い物語を聞かされて育った。キノコンのことを警戒するのも十分わかる。だけどぼやけた印象だけで目の前の仲間を凶悪な敵にしちゃうなんて。なあ、時間が経つほど自分をごまかせなくなってるんじゃないか。オイラたちもよく凶暴なキノコンを討伐してた。ついこないだまではキノコンを純粋な魔物として扱ってたんだ。参戦目的だって最初はキノコンの暴走を防ぐことだった。でもポカポカビーニーに出会って気づいたんだ。努力をやめずに本当の気持ちで温和なキノコンと向き合えばこいつらも答えてくれる。オイラたちと仲良く交流してくれるってな。少なくともこいつらみたいに温和なキノコンはお前の仲間であってコマや敵なんかじゃないぞ。オイラたち、お前に炎一や他のキノコンを信じてほしいんだ。黙って、まだ対戦中よ。もう優勝者面で私に説教する気？よし、目覚ましインパクトでハニヤを倒そうぜ。まだ一番重要な一歩を踏み出せていないっていうのに失敗したわ。結局君たちは最大の変数になったってことね。でもそんな幼稚な考えでどうして私に勝てたわけ？ハニヤ、オイラたちが勝ったんだから約束通り話を聞いてくれるよな。でも話は一旦後にしたいんだ。まずは炎一に最終テストまでついてきてもらえないか。炎一、この子を連れて行くの？ああ、ポコポコビーニーと天天ヨーヨー獣、百雷シャラ、それとお前の炎一、みんなのキノコンの力を合わせて最終テストを通過するんだ。あの日お前と会話してノートを手に入れた後、オイラたちいろいろと考えたんだ。キノコンの安全性についてだけどさ、確かにお前の考えも一理ある。 H 宝珠は人の健康に影響を及ぼすし、大会は過度に宣伝すべきじゃない。キノコンと人間の近くでは暮らすべきじゃないと思う。でも H 宝珠を改良しながらキノコンと交流を深めて温和なキノコンを見出していけば、この群れと少しずつ仲良くなることは可能なはずだ。好きにすればいいわ。私はどうせ負けたし、敗者が頑固に言い張る資格なんかないもの。炎一も、いつも自分のことを思いやってくれる主が欲しいでしょ。ハニヤ、しっかりしろ。仲間の心にいる自分の位置を見
終テストに合格したらもっと大事な話があるんだからな。そうだぞ、当時何が起きたか分かればお前も考え直すかもしれない。素晴らしい、実に素晴らしい対戦でした。観点の対決も誠に感慨深い。エルヒンゲン、なんで会場に入ってきたんだ？もちろん両者の最終決戦、そして優勝者の最終テストでの姿を見届けるためです。大会にとってこれは歴史的な時、欠席するわけにはいかないでしょ。さあいらっしゃい、旅人とパイモン、私にあなたたちの意思を証明してみてください。あなたたちならきっとこの大会を昇華させる鍵になれる。どういうことだ、ファデュイがあちこちいるぞ。エルヒンゲン、会場に悪者が侵入してるぞ。早く逃げろ、オイラたちが相手するから。って待てよ、出口はどこだ。さすがは旅人、察しがよろしい。さ、このような窮地にも対応する策はありますか。オイラよくわからないぞ。今は最終テストじゃなかったのか、黒幕はカウトリアじゃなかったのか。やつはこの大会で成果を出すためにお前のお金を騙し取ったんじゃ。真相まであと一歩というところです。カウトリアの動機は確かにおっしゃる通りだ。彼の発掘した失われた技術は素晴らしい力を秘めています。だから彼を買ってこの大会を計画し、この技術の影響力を広げようとしているのです。まあ、あなたのような価値の高い目標が自ら釣り針にかかるとは思ってもみませんでしたが。つまりお前は初めからカウトリアに騙されてないし、それどころかカウトリアを利用したのか。お前もともとファデュイの悪者だったんだな。くぅ、ムカつくぜ。お前に気をつけろって言ってやろうとしてたのに。ポカポカビーニ、こいつを殴るぞ。気迫は素晴らしいですが、自信に満ち溢れすぎたようですね。天天ヨーヨー銃、百乱射羅、それに炎一まで。お前らどうしたんだ。カウトリアは H 宝珠に裏コマンドを追加したのですよ。私がこのコマンドを実行すれば、宝珠にコントロールされた全てのキノコンは私の言いなりになります。まさか大会を大々的に宣伝することで人々にキノコンをたくさん捕まえさせて、それを乗っ取って悪事を働こうとしてるのか。鋭い勘ですね、とてもいいですよ。大会をもっと広げれば民間に膨大な数のキノコン部隊が出来上がる。スメールで混乱を引き起こすチャンスを作ってくれるでしょう。私が同僚の手に負えないようなことを成し遂げれば、私の敬愛する主、あなたたちのせいでここを去ったドットーレ様も私にまだ価値があると再認識してくれるはずだ。今私はもっとうまくやれます。あなたたちを排除できれば、長官や多くの同僚の汚名を晴らし、最も偉大な功績で組織に貢献できる。ドットーレ様も私を最重視してくれる。あなたたちの死は事故として喧伝しましょう。キノコンのことを信じすぎて限界を突破しようとした結果、会場が崩れて遭難してしまった。そしてこの秘境を封鎖して、あなたたちに起こったことを誰にも知らせずにおくのです。もちろん教令員に対してはカウトリアに全責任と罪を背負ってもらいます。その後はあなたたちへの追悼を名目に、さらに多くのモラを投入し、宣伝に力を入れ、大会をもっと頻繁に開催して。お前
なんで平気な顔してデタラメを言えるんだ。それに仲間を裏切るって卑怯すぎるぞ。ひい、お前の話を聞いてすっごくムカムカしてきたぞ。絶対お前の思い通りになんかさせるもんか。でもどうしよう、お前は今武器を持ってないし、他のキノコンの仲間も言うことを聞いてくれないぞ。焦って動く必要はありませんよ。キノコン対キノコン、そして戦士対戦士、旅人の仲間たちが倒され信念が崩れ落ちたその時、とどめを刺してあげればいいのですから。私たちのこれまでのやり方は綺麗とは言えませんでした。ですから少なくとも礼を欠かず敬意を払って旅人をお送りしましょう。おかしい、そのプカプカ水キノコ、裏コマンドを3回も発動したのに、どうしてまだ旅人の指示を受けているんです？カウトリアの装置が壊れたか。ほう、まだ気づけておらんようじゃな。 H 法事の技術は確かにキノコンをテイマーの命令に従わせられる。じゃがそれはあくまでも奴らの本能を抑え、生物としてのキノコンとテイマーとの交流を深めたに過ぎぬ。この4体のキノコンはテイマーを認めておる。奴らの間の感情と絆はとっくに H 法事の影響を凌駕しているんじゃが。八重美子、あなた卑怯封印の術法を解除できたのですか？粗末な模倣品でわらわを阻むつもりとは？どうやら甘く見られておるようじゃな。寄せ集めの裏コマンドが本当に何の弱点もあらわにしてないとでも思うたか？面倒な。ミコにレイラ、ハニヤも来たのか？エルヒンゲ、君が首謀者だったのね。キノコンよりも君の野心の方がもっと許せないわ。八重お姉さん、早く手伝いに行こう。焦るでないぞレイラちゃん、こういう時はちゃんと見届けるんじゃ。仲間の絆というものは世俗的な陰謀や技術に破壊されたりはせぬものよ。百来シャラ、まだ任務をやり遂げてないじゃろ。ここで屈服してどうする。あれ見ろ、百来シャラが意識を取り戻したみたいだぞ。もしかして今が八重お姉さんの言うタイミングなの？天天ヨーヨー獣、信じてるよ。あの嘘つきを倒そう。キノコンの仲間たちが裏コマンドで受けてた影響が消えてくぞ。まだためらっておるのかハニヤ。怖いか、コマとして使ってきたキノコンが常に汝を信じておること、そして今まで避けてきた感情を今直視せざるを得んのが。でも汝のキノコンは待ちくたびれておるようじゃぞ。 H 法事のコントロールから逃れた後もずっと汝の命令を待っておる。ほのうち、君は本当に私を待ってるの？ごめんね、ずっと厳しくしてきたのに、まだ私を信じてくれていたのね。さあ、やるべきことをやり遂げましょう。なんだかわからないけど、キノコンはみんな目が覚めたみたいだぞ。よっしゃー、エルヒンゲン、この卑怯者め、オイラたちの怒りを受け止める準備はできたか？慌てず秩序を崩さずに迎え撃ちましょう。相手はただのキノコ、
私たちはまだ主導権を握っています。キノコンの群れに負けるなどとありえない。ミコ、どうしてヤツを止めないんだよ。うん、わらわは観光客じゃ。スメール領内で誰かを逮捕する権利など持っておらぬ。何時らも同じじゃろ。じゃが安心せ、奴は逃げられぬ。海上に戻ったらおのずと分かろう。よし、深く考えずにさっさと追いかけようぜ。お前らは30人団の傭兵？大マハマトラセノの命により重罪人エルヒンゲンおよび学術犯罪者カウトリアを逮捕しに参った。大マハマトラは前からカウトリアに目をつけていたが、お忙しく相手をする暇がなかった。こうして無事に逮捕できるのは君たちが提供してくれた証拠のおかげだ。大マハマトラからお二人への手紙だ。受け取ってくれ。セノはずっとこの大会を見守ってたんだ。オイラたちが調査してる間も裏で手がかりを集めてみんなの安全を守る準備をしてたんだな。では犯人はこちらで連れていく。君たちがここにいるなら会場の秩序を心配する必要もないだろう。祝うにはまだ早いですよ。まだ終わってはいません。ドットーレ様のために必ずまた戻ってきます。まだ強がってるのか。牢屋で改心するんだな、ファデュイの嘘つきめ。それにしてもセノの手紙では証拠とか言ってたな。ベスト16の後ミコがいなかったけど通報しに行ってたってことか。うん、なぜそのようにわらわを見る。わらわも悩んでおるんじゃぞ。せっかくの休暇なのにいとまなくいろんなものに見つかって、編集たちを連れてスメールシティを巡っておったら奇遇にも大マハマトラとばったり会うて雑談しただけじゃ。肝心なのはナンジラが集めてきた手がかりじゃぞ。わーい、簡単そうに言うほど背後に何かあるんじゃないかと疑っちゃうぞ。ところで主催側もスポンサーも逮捕されちゃったけど、キノコンとこの大会はどうなるの？ルールはルールじゃ。ワッパたちが優勝し最終テストも通過した。つまりカウトリアとエルヒンゲンの座を奪ったのじゃ。これから大会のすべてはワッパたちのもの。いろんなことを経験してきたワッパたちならば最善の決定を出せるはずじゃ。真相なら狐の人からすでに聞いたわ。私のご先祖様を襲ったキノコンは凶暴化していたって。私のキノコンに対する印象は根底から誤っていて極端すぎたみたいね。え、オイラたちまだ何も言ってないのに。ミコに先を越された。ほう、感謝の気持ちはないものか。落ち込んだハニアを立ち直らせ、ナンジたちの道を応援させるには少しばかり心を動かすものが必要じゃろう。みんなそれ以上言わなくて大丈夫よ。確かに前は意固地になり続けて完全に麻痺するまで自分を欺いていた。でも今こうして真相を見たわ。英知法事がなくても炎1は私の命令を聞いてくれた。この子はずっと私を信じてくれてた。私の負けよ。君たちの異議と処罰を受け入れるわ。処罰だなんて大げさだぞ。怖い話をしたり
炎一に厳しくしただけでまだ悪いことはしてなかったじゃないか。ちょうどいいぜ。これからどうすればいいのか思いついたぞ。よし、オイラもう完璧だぞ。今すぐみんなにお知らせしようぜ。古墳。こんな舞台で大人数に向けて話すのは初めてだぞ。ちょっと緊張してきた。この度、オイラと旅人が運よく優勝者になった上、陰謀を暴けてとっても嬉しいぞ。この大会をよりよく開催する責任はオイラたちが担うことになった。主催側とスポンサーは逮捕されたけど、各出場選手の報酬は予定通り配るから、どうか安心してくれ。やった、これを待ってた。賢明な判断ですね。ただ今の H 宝珠にはまだ欠点がある。周囲の環境に影響を与えて人々に健康上の問題を引き起こしてしまうことがあるんだ。だからキノコンの仲間はまだいつもみんなのそばにいるってわけにはいかない。健康のために各選手はキノコンの仲間としばらく一緒に過ごした後、キノコンを一番頼れるテイマーのハニヤーに預けてほしいんだ。でも仲間と長く離れ離れになることはないぞ。ハニヤーがキノコンたちの面倒を見てくれてる間、オイラたちは教練員に H 宝珠の改良をお願いして一刻も早くこの問題を解決してみせる。それに今回の大会は面白かった。一回だけじゃつまらないし、みんなももっと対戦したいよな。技術的な問題が解決したらお前たちもキノコンの仲間と再会できるはずだ。その時にはまたみんなで勝負しようぜ。これが私への処罰？準優勝者へのご褒美と言った方が正しそうじゃな。心配しないでハニヤさん、キノコの仲間と仲良くするのは結構幸せなことだよ。あなたもそうでしょ、天天ヨーヨージュ。それでもやっぱりなんだか少し寂しいな。天天ヨーヨージュのことあなたに任せたよ。旅人、パイモン、それにレイラ、キツネの人、君たちは本当に不思議ね。ハニヤ、みんなの前で宣言しちゃったんだからお前も元気出すんだぞ。ええ、君たちの言いたいことは聞かなくてもわかるわ。テイマーとしてその依頼を受け入れましょう。最善を尽くしてキノコ、みんなの大切な仲間をちゃんと世話するから。ひひ、もっと早くその表情を出せばよかったのに。それでこそオイラたちが友達になりたい超すごいハニヤーだぜ。じゃあみんなはしばらく自分の仲間と思いっきり遊んでくれ。後でまたオルモスコーで落ち合おうな。旅人、パイモン、ポコポコビーニー、ここだよ。レイラ、この数日間天天ヨーヨー獣と楽しく過ごせたか？もちろん、天天ヨーヨー獣が荷物を運んでくれたおかげで遠くまでキャンプに行っていつもと違う星空を見れたんだ。それに論文も進められたの。でも小麦粉とかに咳込みながらリストにあったものをほぼ全部作ってあげたんだけど、
それでも天天ヨーヨー獣の好物が見つからなくて、改良後の英知宝珠では直接キノコンと会話できればいいのにな。うん、このことも手紙に書いて正論派のベテラン学者に頼んでみるよ。レイラ、今までになくやる気みたいだぞ。こんなに話したのにまだ元気そうじゃないか。仲間のためならそこまでできるんだな。ふう、でも消耗しすぎた。早く八重お姉さんと交流しよう。じゃないとまた力が抜けちゃうかも。おや、ずいぶんと早いの。ミコ、もう帰るのか？スメールでそんなに遊んでないんじゃないか？いいや、とっくに満喫したぞ。おかげで今回の取材は順調じゃった。貴重なバトルでの経験を手に入れた上、陰謀を暴く素晴らしい劇まで見られたからの。ソーカにはオリジナルキャラを捨ててもらって、次はナンチラを主人公にした小説でも書いてもらおうかの。そうだ、ようやくわかったぞ。ミコは何度もヒントをくれてたよな。もっと早くエルシンゲンの陰謀を暴けたはずなのに、どうして遠回りしてたんだ？初めに真相を突き止めてしもうたら興ざめじゃろ。ナンチラがこの局面をどう打破するか見てみたかったんじゃ。結果から見ればとんでもない驚きの連続じゃって。最初わらわはナンジラとキノコンの物語は主と従者から展開すると思っておった。じゃがナンジラはもっと良い答えを導き出した。それは平等なちぎりである仲間という概念じゃ。別の角度から考えれば、いつも主のことを考えるエルヒンゲンがナンジラにかなわなかったのも当然じゃな。まあ、あやつの腕ならしばらくは騒ぎがやまんじゃろうが。うい、またついていけなくなったぞ。今度はミコの言葉をメモして帰ってしっかり研究しよう。さて、世間話はここまでじゃ。百来者らのことは頼んだぞ。こやつの面倒を見てやってくれ。ナンジラとハニアはますます頑張らんとな。こんなに面白い大会が続くかどうかはナンジラの努力にかかっておる。ちょっとは楽しみにしておるぞ。来たか。時間はぴったりだ。他の出場選手の英知宝珠を集めてキノコンの仲間にふさわしい生息地を選んだわ。周囲の生態環境に影響を及ぼすこともない。さあ、みんなに挨拶して。キエン、炎1の新しい名前なの。最初この子と出会った時あまりにもおとなしかったから内心喜んだ気持ちがあった。私が偏見を取り去り自分の本当の心に向き合ってキノコンを憎まずにいられたら、この気持ちもずっと続くでしょ。ハニヤーさん、心のわだかまりがやっと解けたんだね。そうこなくっちゃ。炎一って名前にちょっと慣れちゃってたけど、この新しい名前はもっと深い意味があるよな。一番厳しく自分を律して、この優しいキノコンたちを必ず大切にするから、仲間を安心して私に託して。もう別れの時だね。さようなら、てんてんヨーヨー獣。ハニアさんの言うことをちゃんと聞くんだよ。百来者ら、今度テイマー大会が開催されることになったら、ミコはきっとお前を見に来るぞ。ポコポコビーにもう一回ハイタッチしようぜ。短い間だったけど楽しかった。お前も楽しく生きてオイラたちと再会できる日を楽しみにしろよな。人とキノコンが共存できる日が早く来ることを願っているわ。
信じてるわよ。君たちの朗報を待ってるから。